私には申し訳ないんだけども、先ほどレンガ通りのね、ステージができなかったので、その分もうしばらくこのお付き合いいただくということで、あ、大丈夫らしい。ね、ありがとうございます。ふなっしー以外は今ステージを終わりましたが、ここでさらにですね、ステージに実はお呼びしたい人たちがいます、その方にマイクを託したいと思いますが、まずはですね、この柳瀬といえば、いや本当に数多くの仕掛けを、そして人が集まる場所にしてくれました鬼丸こと佐藤さん、お越しいただきました。よろしくお願いします。鬼丸嬉しい、すごいね、本当に今日は、はい、な嬉しいですね、こうやって鬼丸と一緒にステージ立てるなんか夢のようだし、本当に夢のようや、ありがとうだし、呼んでいただきまして、ありがとうだしさあ、そして佐藤さん、はいはい、もう一人呼びたいなと思うんですが、はいはい、いいですかね、はい、今日もですね、寒い中ですね、このステージの今横まで来てくれてるんでしょうかね、はい、あかりちゃんって来てます？あ、います、います、あかりちゃんいる？ちょっとあのペマのみんなも通してあげてくださいね。あ、あかりちゃん来た。ありがとうね。はい。あかりちゃん元気？ありがとう。お疲れ様だし。あかりやみよなはふなっしーと今日初対面だったんです。そうなんです。頑張ったりとか、地元の皆さんの PR を一生懸命頑張って今日も来てくれてますので、
周りにも今キャラクターでたくさん来てますから、ぜひ皆さんここは、カラーの皆さんに拍手をしてあげていただきたいと思います。お願いします。フラッシュボード